ミニダッシュとしましては、電気の料金の一部を寄付に回すというプランも設けておりまして、SDGs 活動にですね、これから積極的に進めていきたいと思っている中で、社員それぞれがSDGs ってどういうことかなということを学んだ上でですね、業務にも取り組んでいくべきかなと思いまして、本日はSDGs 芸人として活躍されている安閑民家の富所様にお越しお願いします。すみません、群馬からやってきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ改めて安閑民家登場です。よろしくお願いします。すみません、よろしくお願いします。あれですね、コロナ以降東京来るの初っすね。はい、もう二度と来ることで東京来るんですけど、はい、ということで今日は SDGs のお話ししていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。拍手ってすごく印象ます手のひらって体のどこよりも毛細血管が通ってるので、手叩けば叩くほど若返り元気になる。こういう物事って一個一個理由とかなんかつながりとかって知っていくと今までと視点が変わってくるんで、なんかそんなのは結構 SDGs と近い考え方、はい、これから多分皆さん拍手するとき若返ろうって拍手できるので意識が変わる。学んで成長していくことがやっぱり求められていると思ってて、知らないことを知ることが学びで、考え方や行動、そこから変えていくことが成長だよって定義してよくお話しさせてもらってます、はい、で大人の皆さんに言うのは大変恐縮なんですが、今日はわざわざ群馬から来てるっていうことでちょっと苦言を呈させてもらうと、いつもこの子供たちに話すときにおまけでさらっと言ってることがありまして、それを今日もお話しさせていただきます。でその考え方がまさに僕は SDGs の考え方だなって思ってるんですけど、今日おじさん、安閑民家のおじさんが環境のお話、SDGs のお話をするけど、俺の講演が面白くなかったら聞いてるお前ら一人一人のせいだからねっていつも言います。ざわざわってするんですね。さっきまでなんか楽しいお笑い芸人さんだったのに急に怖いみたいなざわざわってするんですけど、落ち着いてと。これは理由があって、俺の講演が面白ければただぼーっと聞いてれば面白いからそれでいいんだけど、もしつまんなかったらなんでこの人のこの話つまんないんだろうな、もっとこうやって話したらいいのにな、僕だったらこういう風に話すのになっていうのをそれぞれが考えたら、その時間は直ちに学びの時間に変わると。つまんない時間を学びの時間に変えるかどうかは君ら次第だよっていうのを毎回言います、はい、なんで、時代的に社会的にそういった感じになってるっていうことですけども、知識は与えられるもんじゃなくて掴み取りに行くもんだよみたいなお話をしてから、いつも SDGs の話をしてます。ちょっとね、東京でこんなこと言いたくないですけどっていうのをちょっと言ってます。で、今日は知らないこと知ることっていうのがね、一つ学びになるっていうことで、一個持ってきたのはこれ、エコシアっていう検索エンジンなんですけど、これ知ってます？よかった、これでみんなが知ってたらね、僕が恥かいちゃうと思ったんで。これ実は検索40回するごとに世界のどっかに木が植えられるっていう検索エンジンです、はい、すごくないですか？普通ね、検索なんかしても何もならないですよね、別に。それが40回検索すると世界のどっかに木植えてくれるんですよね、エコシア、ね、この話すると知らなかっただけじゃないですか、これって。知ったら使えるじゃないですか、とりあえず選べるわけですよね。それが一個一個大事だと思うんですよ、環境とかの話も全部そうだと思うんです。じゃあ本題 SDGs ちょっと入っていきたいと思います。いけますこれ、略語せーのでいきますか。 S せーの、サステナブル。だいぶ不安そうな声の弱さですね。 D せーの、デベロップメント。最後がゴールズ。サステナブル、デベロップメント、ゴールズ、それぞれの頭文字なんで SDG が大文字で、最後の S はゴールが複数形になってる S なんで小文字、これで SDGs です。たまにアポストロフィーつけたりする人もいるんですけど、一応正式名称はこのアルファベット4文字ですね。下が、SDGs のバッジです。最近だと、こっちもそうですかね、銀行の方とか大体つけてますね、はい、だと議員さんが結構つけてると。でこれちょっと前の笑い話なんですけど、やっぱりこれ SDGs そのものはやっぱ一人一人がしっかり考えて自分のやれることをやっていくってもんだと思うんです。でもやっぱり日本っていうのはそういう社会じゃなくって、上の人がどっかから聞いてきて、なんか最近流行ってるらしいよと、社員みんなでちょっと SDGs のバッジつけようかっていうものなんで、笑い話ですよこれ。そのバッジ何ですかって聞くと、大概の人がいやなんかよくわかんないけどオリンピック関連かなんかで答えが書くのが SDGs だそうです、はい、で一応日本語に訳すと、サステナブルが持続的、マラソンみたいな意味ですよね。でリベロブメントが開発、
発展とかっていうふうにも訳されます。でゴールズが目標っていう言葉です。持続可能な開発目標となるんです。アルファベット4文字でアレルギーじゃないですか、正直もう聞きたくないよじゃないですか。大体そうだと思うんです。年齢がいけばいくほどそうなると思うんです。じゃあ日本語に訳してやってこうなんつって、日本語に訳したら持続可能な開発目標っていう、さらに迷路に迷い込むっていう、なかなかナンセンスだなと思うんですよね。すごい余談なんですけど、せっかく来たっていうことで話させてもらうと、言葉って葉っぱを言うって書くんですよね。葉っぱを言うって書いて言葉なんですよ。葉っぱ、自然のこと、言う、表現するってことですね。自然を表現するものが言葉なんですよ。って考えたら、日本って四季があるおかげで言葉って4倍豊かだと思いません？ね、まあ理屈ですけど。そしたらその4倍豊かな日本語でちゃんと訳そうよと。外から入ってきた言葉にこの当て役やって無理やりくっつけて、こんなんじゃなくて、ちゃんとなんか日本人にしっくりくる言葉を探せたんじゃないかななんていうのが個人的見解です。で例えば言うと、もったいないとか、あとはおかげさまでとか、お互い様とか、なんか古くからある日本人の精神みたいなところに SDGs はすごく近いと思います。でその辺はちょっとこれからやっていきますけど、あとなんか三方よしとかね、はい、売り手よし、買い手よし、世間よし、この売り手よし、買い手よし、世間よしを地球よしに変えたらまさに SDGs だななんていうふうに思ってます。やっぱり、もったいないとか素敵な言葉はあるんですけど、国がこの持続可能な開発のための目標っていうのでやっていこうとしてますんで、今日はこの持続可能っていうことをちょっと、深掘りしていきたいなと思います。で持続可能な開発目標 SDGs が今世界で求められてるっていうことは、やっぱり僕らの当たり前の日常が持続可能じゃないっていうことなんですよね。持続可能じゃないから改めて持続可能にしようよっていうことなんです。どういうことなのか、こちらの表が分かりやすいです、はい。これ、日本人の暮らしって世界で見るとどうですか？豊かですか？貧しいですか？豊かですよね。そうですよね、はい、豊かだと思います。その豊かな日本人の暮らしを世界に住む、地球に住むみんながせーのでやっちゃった場合、地球の資源どんだけ使っちゃってるかっていう表がこれです、はい。日本 2.8 個ということで、2.8 個分の資源を使っちゃってる生活、それが日本人のこの豊かな暮らしだそうですね。地球って何個あるんでしたっけ？7個8個あるんでしたっけ？ないっすよね。1個なんですよ。地球1個しかないのに 2.8 個分使う生活してるんですよ。おかしいんですよ、はい。アメリカ5個ですよ。悪い悪いと言われる中国でさえも国民みんなで割ったら 2.2 個、ね、まあ、データがちょっと2018年で古いんであれですけど、でこれ上のアメリカ、日本、中国、インド、あくまでもこれ家庭の話ですよね。やっちゃったなっていう家庭の話なんですけど、驚きは世界 1.7 個っていうのが驚きで、毎年リアルに 0.7 個分借金してるっていうことなんですよ。何ですかこれ。宇宙からなんか地球に似た星があって資源って借りてこれるんでしたっけ？できないですよね。どっかに借金してるんですよ。どこでしょう？未来です、っていうのを考えようよっていうのが、まあ SDGs のスタートですね、はい。でこれよく言われるのが、やっぱりじゃあ日本 2.8 個まずいよね、 1.0 個分の生活に戻そうよねっていう議論があるんですけど、1980年代僕が生まれた頃の暮らしに戻すのが地球1個分の暮らしだそうです。で地球1個分の暮らしっていうのは、いろいろ資源を使っても地球が自分自身で自分をきれいにする自浄作用っていうのがあるんで、折り合いがつけれるっていうのが 1.0 個分。1980年代の暮らしに多分戻せないですよね、人間ってね。そんなにね、便利なあれじゃないんで。でここで大事なことは、要するにですけど、これ僕が思うにですけど、我々日本人はこの豊かな暮らしを、豊かな暮らしを送りながら、心のどっかに僕たちって 2.8 個分使ってる暮らしなんだよねっていうのを念頭に置いておくことかなって思います。それがまずできること、はい、ですよね。で今じゃあ普通に日々の暮らしを送ってる人がこの 2.8 個使ってるっていうことを知ってるかって言ったら絶対知らないんで、それを一人一人が知っていくことで、そこからどうそれぞれが考えていくかっていうのがまずスタートかなと思います。あと追加で言うなら、地球 0.1 個分の資源も使えてない人たち、地球の裏側の人たちが我々が引き起こしちゃってる温暖化の影響だけはもろに食らってるっていうことも知る必要というかね、知る義務、責任があるような気もするななんて僕は思います、はい。これと似たようなことを伝える表がもう一個、これ国の環境省が出している表ですね。これが意外と、国らしくない分かりやすい表だったんで持ってきたんですけど、流しそうめんで表しています。でこれ
ESD って書いてあるんですけど、これはエデュケーションサステナブルディベロップメントなんで、持続可能な開発のための教育なんで、ほぼほぼ同じ意味と捉えていただいて、上が SDGs がない世界、下が SDGs がある世界なんですかね。流しそうめん、地球の資源とかですかね。流すとまずおじいちゃんおばあちゃん世代の人が流れてきた流しそうめんを腹いっぱい食うと、食えるだけ食ってお腹いっぱいってなるんですよね。真ん中のお父さんお母さん世代がまた流れてきた流しそうめんを食えるだけ食うと、で最後箸とお椀持って待ってる子供がいるのに、この子のところに何も流れてこないっていう流しそうめんが SDGs がない世界です。どうですかこれ、私がこの立場だとどうですか。二度と行かないよね縁切るよねこの家族がこれが SDGs のない世界です。で我々の今です。はい。で一方これから作ろうとしている社会ですね、持続可能な社会、SDGs のある世界では、上から同じ量の流しそうめんですよ、流しておじいちゃんおばあちゃん世代が食べる、お父さんお母さん世代が食べる、無事孫世代子供世代に流しそうめんがつながるっていうのが持続可能な社会。これちょっとせっかくなので考えてほしいんですけど、何が違うんですかね、上と下で。どうですかね、多分いろいろ考えれることあるのかなと思うんですけど、下は流しそうめんが子供世代まで伝わらない、あ、上は子供世代まで流しそうめんが伝わらない、下は子供まで流しそうめんが続いてる。何が違います、参加者の意識とか、システムとか、どうですか。手が上がります。お、上がりますか、ありがとうございます。上は食らいつくす、食らいつくす、欲にまみれてるみたいな感じですかね。あ、本当そう。下は、はい、タルを知る。あ、いいですね、タルを知る、いいですね、タルを知る、まさにですよね。どうですか、上の人たち何気をつけたらいいですか。ちょっと左見たら良くないですか、ね、ちょっと左見て自分の子供が孫がお椀と箸持ってんの待ってんの見えたら残しません、要するに今見えてないんですよね、見てるようで、孫のことかわいいねお孫ちゃんって言いながら全く見えてないんですよ、はい、っていうことですね、はい、で僕一応結論でこんな感じの一応言葉をあれしてます。自分さえ良ければいいじゃダメっていうことですね。それぞれがそういう感覚をもう一回改めて、言葉だけじゃなくてしっかり本質で捉えるっていう、自分さえ良ければいいじゃダメっていうこと、それが SDGs の本質だと僕は思ってます。なんだかんだシステム的なお話があるんですが、 SDGs がどんだけ優れたシステムだとしても、それを使う側の人間のマインドが追いついてこなければ何の意味もないよっていうのが僕が今 SDGs に言いたいことです。で今企業ではやっぱりお金集められるんで、銀行さんがお金貸してくれるんで、 SDGs のパフォーマンス的にやっぱりどん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 やってます、昔からやってた環境保全活動、昔からやってた社会貢献活動に当てはまりそうな SDGs の番号を持ってきて、うちは SDGs 企業ですと。やっぱね、いいですよそれでお金が集められるんだな、経営者はいいですけど、やってる社員はなんかやりがいないですよね。だって本質のところ何も変わってないですから。これで 何が地球のためになってん、何かなってんのってなったら、やってる意義なくなってくるからついてこないっていうところが、多分今の日本が迎えてる SDGs の現状なんかなと僕は思ってます。で、自分さえ良ければいいじゃダメをもうちょい分かりやすく示したのが、僕これ牛乳が結構分かりやすいかなと思ってて、皆さんにはスーパーにこれから牛乳を買いに行ってもらいます。同じ値段で賞味期限の長い牛乳と短い牛乳が並んでたらどっち買いますかっていう質問させていただきたいんですけど、空気読んでいただいて私もね、やっぱ話の方向性というのがありますからどうですか、賞味期限長い方、長い方、最低ですねありますねそうなんですよね、値段が一緒で賞味期限長いのと短いのだったら、どうしたって賞味期限長いの取りますよ、人間なんだから、自分さえ良ければいいなんですよ、しょうがないです。でもこれ今最近だとコンビニとかで手前取りって文化出てきてますよね、手前から取ろうよって、それの方が人間偉いじゃないかってやってるんですけど、あれだと俺足らないと思うんですよ、やっぱりあれはやっぱり正義の価値観の押し付けだと思ってて、あれもうちょい考えてみる必要があると思ってて、これ例えばです、みんながじゃあ今日牛乳の賞味期限長いのパンパンパン取ってきました、長いの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 短い牛乳どうなります、売り場に残りますよね、売り場に残った賞味期限の短い牛乳業者が取りきます、取りきた業者さんこれ飲みます、飲まないですよね、捨てますよね、捨てるってことは何ですかこれ、ロスですよね。どうですか牛乳作ってる側からして毎回ロス出るってどういう状況ですか、
計算入れなきゃならないですよね。じゃあ牛乳屋さんが取る行動は一つですよね。値段上げなきゃならないですよ。したら牛乳の値段を1円上げるわけです。値段上がった牛乳、誰の元に返ってきます？賞味期限の長い牛乳を取ったあなたの元に返ってくるんですよ。で結局世の中の全ては必ずつながってるんですね。でつながってるけど、このつながりの中に海の向こう行ったり、それこそ時間軸もぐちゃぐちゃになって、まるでつながってないかのように見せるから別に気にしなくて済んでるんですけど、結局全部つながってるってことを考えたら、自分さえ良ければいいじゃダメでやってた方が全員が得できるよっていうのが一つの答えです、はい、でこれを全員が知ることかななんて思います。結論、地球の資源が無限にあると考えられていた大量生産大量消費の社会から、今社会が形を変えようとしていると。でそれが有限の地球の資源を分かち合う社会だと。だけどこっちの大量生産大量消費の社会はめちゃくちゃ長かったんですよね。安定してた。で日本は世界の、経済大国2位まで上り詰めた成功体験もあるから、なかなかこっちの社会からこっちの社会に移ろうとしている現実を受け入れられないというのが僕はあるのかななんて思います、はい、でこの社会が変わるタイミングで、巻き起こる変化っていうので、例えばでいくと僕は江戸時代から明治時代っていう変化が結構分かりやすいのかなと思いますよね。腰に刀を刺して頭にちょんまげを言った人が偉そうに街中をかっ歩してたっていう社会から、ざん切り頭のスーツを着た人が市民平等で街中を歩いてるっていう風に社会が変わると。社会が変わると何が起こるかというと、これまでの常識が常識じゃなくなります。これまでの当たり前が当たり前じゃなくなります。そんな時に我々一人はどうしていったらいいのか、一個一個の企業はどうしていったらいいのかっていうのはもう明白ですよね。それぞれがしっかり考えていくっていうことですよね。誰も答えを持っていないっていう、そういうタイミングが今来てるんじゃないかっていうのが SDGs が迎える SDGs が必要とされる背景かななんていうふうに思ってます。で、ちょっときっかけをじゃあお話しさせてもらう。これドイツですね。ドイツ、はい、これ環境に関するパレード、今毎週末行われてるそうです。ドイツでは同じ戦争負けたね、日本とドイツですけど、進む方向が結構今違うんですね。全然違う。まあどっちがいい悪いは置いといて、ドイツで毎週末気候変動環境問題に関するデモが行われていると。で、一つ、面白いあれで言うと、日本で部屋の電気がつけっぱなしだったらお父さんお母さんなんて怒ります？子供に電気代がもったいないから消しなさいですよね、はい、海の向こうドイツでは地球に悪いから消しなさいって言うらしいです。それぐらい同じ地球を使ってて考えてる視野が違うっていうことですね。8歳の男の子がね、このパレードに参加してたんですって。8歳の男の子、そんな話が結構僕は胸に響いちゃって、8歳の男の子が親に言われてではなく自分の意思で参加してて、自分のすべきことは全てやったということができるようにっていうプラカードを持って参加してるんですって。8歳の男の子は自分のすべきことは全てやったということができるように、それどういう意味って聞いたら、その男の子が答えたのが、僕が大人になって誰かと結婚して子供が生まれました、その子供が辺り一面の地球環境を見渡して、パパなんで何とかできるうちに何とかしてくれなかったのって言ってきた時に、バカ野郎、俺はできることは全部やったって胸張って言えるように今参加してるんだよ、通し座で8歳の子が参加してると。同じね、地球に住んでて、片や海の向こうで8歳がそれやってて、38歳何やってんだろうみたいなところが自分の原動力だっていうね、そんなお話です、はい、自動車産業が世界で今70兆円規模らしいんですよね、はい、である本によると、まあそれは SDGs 寄りの本なんで正しいかどうかはさておき、車の自動車産業が世界で70兆円の中、これから迎える SDGs 産業がどれぐらいの規模にいくかっていうと3000兆円が予想されているそうです。でそれぐらいそこにしかもうビジネスの目はなくなるというふうに言われてる。だ早い段階で舵を切った方が面白いんだろうななんて思ってます、はい、で改めてなんですけど、これね何回もやっぱ言うんですけど、知らないことを知ることが学び、社会が形を変えるってことは当たり前が当たり前じゃなくなる、常識が常識じゃなくなるっていう中でやっていかなきゃいけないことは、やっぱり今日まで知らなかったことを知っていくことを学びと捉えることで、そこから考え方行動を変えていくっていうことをしっかりと明確に成長と捉えていくことだろうなと思います。一人一人が自分軸で判断していく、考えていくということが大事なんだろうなと思ってます。でこれをですね、明確に表した1個動画があるんで、それをまた見てもらいたいと思います。知らないことを知ることが学び、考え方、行動が変わること、成長というのが感じられる動画で、こちらの動画なんですけど、これ、ヨーロッパでですね、T シャツが200円で買える自販機を
町の広場に置きましたっていう動画です。この動画が伝えたいメッセージは僕はここだと思ってて、人間っていうのは知っちゃったら必ず気にかける生き物だよっていうのがこの動画が伝えたいメッセージです、はい、でとにかく僕らはこの 2.8 個分使ってることも知らなければ、地球の裏側で起こってることも知らないし、僕らのこの当たり前の生活がどういうものを犠牲にして成り立ってるかも知らない。知ってなきゃやっぱできないんですよね。決断、新しいことを変えていくってことはできないんで、とにかくまずは知ることかなと思います。で、知っていったら必ず気にかけて、気にかける人が増えれば変わっていくっていうことですよね。で、気にかけて全員が知った結果で、まだまだ欲をむさぼり、地球を壊していくんだったら、残念ながら人間っていうのはそういう生き物だっていうことなので、その結論でいいと思うんです。だけど今そこの段階にも立ってないと、まだ知らない段階で、知らぬ知らぬの間に悪いことになっちゃってるっていう、だからまず知ることから始めることが大事なのかなって、それが SDGs の基本です。なので SDGs のやり方どうするんですか、何をやったら SDGs の企業になれるんですかっていうのにはまだ早いっていうことかなと俺なんか思ってます。企業さんに SDGs の話すると、こんなお話全部した後に最後にその企業の人から聞いてくるのが、でうちの会社って何したらいいですかねって言ってくるんです。それをお前のところで考えろっていうのが SDGs だよとは僕個人ではすごく思ってる。マインドの部分の SDGs はここまでです。あと10分ぐらいでちょっとテクニカルの方もちょっといきたいと思います、はい、まずは SDGs、 このマークなんですけど、これ国連の人たちが作るときに気にしたのがですね、この間の隙間を作るかどうかを悩んだそうです、はい、デザイン的にはですね、やっぱカラフルで隙間があると美しく見えますよね。でも国連の人たちが危惧してたのが、これ隙間作っちゃうと一個一個がバラバラになっちゃうんじゃないっていうふうなのを危惧してたそうです。でもデザインの方を取って隙間を作ったら見事にバラバラになりましたね、はい、うちの企業は4番だけ取り組んでいますみたいなありません、はい、ああいう SDGs 違いますね。4番の教育がこれにつながって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 って、結局17個全部一緒っていう包括的に捉えることがめちゃくちゃ重要です。その視点を持ってないとやっぱり SDGs やる意味ないですね。シロクマに餌を与えてるのと一緒です。本質の地球温暖化に取り組んでないのと一緒だと僕は思ってます、まあ、その一歩も大事なんですよね。でこれ、SDGs 地方創生っていう、ゲームを作ってるイシューデザインっていうところが作ってる SDGs マップです。そこはもう円で、はい、隙間を作ることなく円で捉えてます。でこれで見ると面白くって、なんだっけな、これ、環境の部分だったりとか、生活の部分みたいな、その4つになんか枠あれして17個の目標をこんな風に振り分けてます、はい、なんか、これなんとなく話で理解してほしいんですけど、柿養殖宮城県仙台市とか柿漁師さんが震災前はもうとにかく柿を取れるだけ取ると、取ったら取った分だけそれが一個一個売れるわけですから儲かるわけですよね。なんで働けば働くほど儲かったんですよ。でそういう漁師さんが自分の何て言うんですか、仕事時間できるだけ長くして取ってってやったら海の資源がなくなっちゃったと、ね、あの乱獲につながっちゃったっていうふうなのがあって、でその時に2011年震災があって一回おじゃんになったんですね。全部そういうのがおじゃんになって、その時にその牡蠣の養殖漁師さんが集まってみんなで話し合いしたんですって。あの震災があったから一回おじゃんになったけども、その前からさ俺らのこの牡蠣養殖ってもう限界迎えてなかったってみんなで話し合ったんです。でそっから生まれたのがちゃんとやろうってなって、俺たちのこの牡蠣をちゃんとブランド化しようよっつって国際ブランド認証みたいなのをみんなで力を取ったらしいんですよね。それをすることによってブランド認証を取りました。牡蠣一個一個が高い値段がつくようになりました。でみんなで協力して牡蠣を取るようになったんで効率的に働けるようになりました。で数が減るわけですよね、一個一個値段がついてるから。それで海の豊かさが守られ、で働く時間が減ったんで家族と共に過ごせる時間が増えました。で家族と過ごせる時間が増えたんでみんなが笑顔になりましたみたい な, なんかこの辺から始まった、パートナーシップから始まったものがいろんなところにこうやって流れていって、結果全体が全体としてこうやって上がっていく正のスパイラルが起こったみたいなのがこの円のデザインでよく語られる話ですね。でもう一個 SDGs の捉え方で、これがウェディングケーキモデルっていうやつです。ケーキみたいな感じで SDGs を捉えると、一番下が環境で、真ん中に社会があって上に経済があって言われますけど、だんだんになってるってことですね。これもそもそも我々が取り組んでる経済、我々が生きている社会っていうのは環境があって初めて成り立ってるよねっていう図ですね。
環境ありきなんですよ。地球がなかったら社会ないし、社会がなかったら経済もないじゃんっていう、まあまあ当たり前のことなんですけど、でこれでよく言われてるのが、まあ、社会経済今まで普通にやってこれて環境のこと気にしないでよかったじゃんって言われたんですけど、この環境の部分の負担を全部僕ら知らない間に海の向こうに投げてたってことですね、はい、海の向こうに投げてなんとかなってたのがいよいよ限界迎えましたっていう今、はい、あとはまあ未来にも投げてたのかな、未来になんとなく押し付けてた、でそういうのが限界迎えちゃって改めてここを考えていかなきゃならなくなってるよっていうのがなんとなくですね。これは僕はですね、群馬でオリジナルで自分の表を作ってやってますね。いかにも、ね、手書き感がすごい。あんまりこいつパソコン得意じゃねえんだろうと思ってますけど。地球っていうものを捉えるときに環境、社会、経済、この3つを捉えると。これが大事ですね。で、やっぱりこう繰り返しになっちゃうんですけど、普通大企業だったら環境のことやってますし、社会のことやってるじゃないですか。社会貢献活動、CSR 活動やってるじゃないですか。じゃあ、クリアしてんじゃん、普通の企業だったら。違うんですよね。普通のあの大企業がやってる SDGs はこれです。まずやっぱ経済ありきなんですよ。経済回して余った利益の部分で社会貢献活動、余った利益の部分で環境保全活動、これが今ある SDGs、 世の中に出回ってる SDGs、 そうじゃないっていうことです。はなからもうビジネスそのものをやっぱり環境、社会、経済をバランス整えて考えていかなきゃいけないよっていう考え方ですね。まあ難しいですね、なかなか簡単にできるようなことじゃないですけど、一応基本はこうなってます。でこれをですね、まあ、じゃあどうすりゃいいんだよってなったときに、なんとなくこういう話したら分かるかなっていうのを作ったのが、学生向けでね、充実した学校生活っていうのを考えるときに、勉強、恋愛、部活、この3点でしっかり自分の学生生活をどう捉えるかっていう資産を持つことですね。一個一個に夢中にならないっていうことですね、はい、人によって多分バランスは違うと思います。俺はこの学生生活で恋愛重視したいんだってやつがいてもいいし、でもやっぱりどっか視座の、視野のどっかに勉強と部活も置いておかなきゃいけないよねみたいな考え方で、これがですね、俺は作った時に分かりやすいなと思ったんですけど、いまいちピンとこないらしいんですよね、はい、大人向けにもう一個作りました。嫁姑問題ですね、はい、嫁さんのご機嫌取ったら姑のご機嫌悪くなるんですよ。姑のご機嫌取ったら嫁さんのご機嫌悪くなるんです。どういうことかって言ったら、嫁さんの機嫌と姑の機嫌の 100% を求めないっていうことなんですよ。もう妥協ラインを探すことです。でその妥協ラインはまあ人によって違いますけど、妥協ラインを探すためにはやっぱ嫁さんの好きなものを聞いてみたり、嫁さんの何でしょう、ストレスに感じるポイント、姑のどこが嫌いかとか、姑のなんか生まれたなんかそういう歴史みたいなのをたどってみたりするのも必要かもしれないですね。そういうリサーチがそれぞれ必要になってきて、それによって嫁さんのご機嫌と姑のご機嫌がまあまあ折り合いつけれる 80% なのか 90% なのかっていうところを見つけていくっていうのが作業ですね、 SDGs の作業なので、戻すと経済の 100% をもう求めないっていうことですよね。やっぱりね、経済、社会、環境っていうのはこの3つをちゃんとテーブルに置いた上でどの辺のラインを取っていくのかなっていう。で今まではこれが多分きれい事だったんですよね。これがきれい事だったんですけど、このきれい事に世界が、国がお金を出すって今言ってるんで、やりやすくはなってるはずですね。それぐらい地球のピンチが来てるっていう。おまけで言うと、SDGs、国連加盟の193カ国、みんなで取り組んでいこうって一応はなってます、形的にはね。これまでの地球の歴史で、世界全体がそんな風に一つにまとまったことはないそうです。はい、初めてそういう時が来てると。このタイミングはなかなかないですよ。よっぽどの気候変動、環境問題の危機が来てるか、宇宙の外から誰かが地球侵略にするくるか、どっちかですからね。そのどっちか来ちゃったっていうことですよね。はい、なんで最後は空いてるですね。赤が空いてる。嫁さんのご機嫌も取って、姑のご機嫌も取って、よし、無事決着だっていう時に1個空いてるところがこれですね、はい、僕の生きる意味ですね。そこに俺は夢中になって何をやってたんだって、俺は果たして何を目的に生きてるんだろうっていう資産も持たなきゃいけないということですね、はい、で、なんとなく自分が捉えてる SDGs をまとめると、ビジョンを共有すること。で、これワンピース、海賊漫画のワンピース、もう知ってるか知らないかは無視して話しちゃいますけど、ワンピースのルフィが海賊王に俺はなるって言ってるのがあれビジョンの共有ですね、はい、で見える化、可視化、現状認識ということで、うちの会社はどんなもので利益を上げてて、どんなもので不利益を被ってて、どういう社員がいて、どういう子たちがいて、どういうことを得意としてるのかっていう現状認識をみんなで共有するっていうことです。でワンピースで言うとルフィが10巻ぐらいで言うんですよね、敵に勝てない時に、俺は航海術も持ってね、剣術も使えね、料理も作れね、嘘もつけねっていう、なんかチーム内でね
得意なことを持ってるやつはそういうのを言うんですよ。で最後にけどあいつに勝てるっていうシーンがあるんです。それがまさにチーム内での見える化可視化現状認識ですね。それをすることによって何を思ったかって、公開術が得意なやつは私の得意分野はそこだ、そこで頑張ろうってなるし、剣術が得意なやつは俺は剣術でやっていくんだ、頑張ろうってなるっていう、それぞれがやるべきことが見えてくるっていうことですね。で自販機の時に2ユーロ入れて現状を見せられて、その時に寄付するのボタンを押した人たちの顔ってなんか良かったっすよね。やりがいに満ちてたというか、まさにそういうことかなっていう。知ること知って何をすべきかが分かって、それをできた時ってやっぱ人間気持ちいいんですよ。その感覚は SDGs は多分生んでいけるんだろうと。でそれをやった時には会社の一個一個仕事みたいなのが自分ごとか当事者意識を持ってやれてるっていうこと で組織で一番難しいのはここですよね、はい、やっぱりなかなか厳しいところがあるのかなと。はい、ただ立場の異なる者同士の共通言語ということで SDGs がふわふわしているおかげで先進国も発展途上国も SDGs やれるんですよ。で、宗教の違いがあっても性別の差があっても貧富の差があってもそれぞれがそれぞれの立場でやれることをやれる限りやっていこうよっていうことが SDGs なんで、めちゃくちゃ綺麗事で本当になんとかなんのかなっていうところはあるんですけども、全員が共通言語でつながれるっていうメリットはあるのかな。あとポテトチップスの話にあるように私も起点で、そして世界がつながってる、世界がつながってて私も起点ということで、牛乳パック1個取ったってね、ぐるりぐるり回っていろいろつながってるわけですから、なんか一個一個はそういうこと言えるんじゃないかと。でラストが SDGs の No one will be left behind っていう言葉がありますけど、誰一人取り残さないっていう、よくね最近テレビ TBS とかね SDGs やる中でこれをよく取り上げてるんですけど、すごい素敵な言葉ですよね。理想いい言葉ですけど、僕はその弱者を豊かな人が救うっていうだけの意味じゃない気もしてて、要するになんですけど、みんな自分の人生自分軸で生きていこうよっていうことを言いたいんじゃないかなと。でそしたら全員が自分の人生の主役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 ってなってたら、脇役がいない、誰一人取り残されてないよねみたいなのが、この SDGs をツールとして使った時にはいけるんじゃないかなみたいなのをちょっと思ってると。大体そんなお話です。以上です。終わります。お疲れ様でした。また楽しみます。いい言葉だなと思います。なんかどうですか。せっかくの機会なんで群馬が来てるんで質問とかは。社会がさっきね形変わってますみたいなのがありましたけど、狩りをしてた、もう大昔ですね、狩りをしてた社会からイノベーションが起こっての農耕社会になったと。でこの間に必ず社会が変わるときにイノベーションがあって、これは多分自然をなんかうまいことを畑に持ってきたりとかってするようになって、川の流れを変えたりみたいな、そうすると定住ができるようになって、でそこから今度工業ですよね、大量生産大量消費ができるようになって、社会の形が農耕社会と工業社会に変わって、コンピューターができてまた情報社会に変わって、今スマートフォンと AI とロボットで、5番目の社会に行こうとしているっていう。でまたやっぱり社会が変わる、イノベーションが起こってるっていうことで、これまでの常識当たり前が全く通じなくなるよっていうことですよね。なんかでそれの鍵が SDGs だなんていうこと、なんだか自分はこんなあれですよね、人間らしさ感性みたいなのが鍵になってくるのかなっていう。だから人として残っていくのか、それとももう人類という種族として残っていくのかの選択のために、まあ、ちょっとね理想論近くってあれなんですけど、はい、いいですか。ああ何がきっかけで、はい、群馬のああなるほど、だからこういう活動を親分になった、あ SDGs のそうですか。いやだからそうです、気づいちゃった。だから、世間一般の SDGs を見たのと、あと自分が初めて見た時の SDGs がやっぱ何て言うんですか、この当てはまりそうな番号を持ってきてブランディングして終わるだったわけですよ。けどなんか多分俺本質見るのが好きで、持続可能にしようとして入れてる SDGs を入れてる会社が全然持続的じゃないから、これをみんながやって何が変わるのって思っちゃったんです。で国連の偉い人たち賢い人たちがいっぱいお金かけて集まって考えて、そんなバカなはずないじゃんと思ってちょっといろいろ見たんですよ本を。で見て、であと講演が上手な人の講演とかいくつか聞いたら、なるほどと、みんなに伝わってないんだってなったら、はい、講演が上手い人の講演のいいところといいところといいところを足して、一応喋るのが上手い俺が喋っちゃったらいいやみたいなのがあったんですね。でやりだしたら気持ちよくなった。あともう僕も子供が6歳3歳いるんで、娘に胸張って渡せる未来を作りたいみたいな無理やり言うようにしました。
あ、いろいろあるっすね。そうそう、あと死にかけました一回、草津温泉あるじゃないですか、群馬の。あの草津温泉の帰り道に、居眠り運、僕の居眠り運転で峠道のこれグラングランを終えた後の最後の直線みたいなところで寝ちゃって、で後ろに嫁とお腹の中に子供で一人の長女っていう状態でファーって行っちゃって、でそのまま崖だったんですけど、その崖の中にたまたまそこだけ土手でそこに乗っかって大丈夫だった。であのその宝田孝之特任教授、群馬大学の教授が言ってたのは、その人も命の危機を迎えて一回死ぬはずだったのが90何パーで死ぬ命を取り戻したんですよね。そしたらもう何にも気にならなくなったって言ってて、天命に生きれるようになったって聞いてかっこいいなと思って、だから改めてその話を聞いた時に、あの草津の事故で俺は一回死んだことにしようっつって、もう今ボーナス期間ですね、はい、っていう感じです。 SDGs のこの活動を始めてから、はい、あの生活スタイルとか富所さんの中で変えたものとかってありますか？具体的に言うと僕はあのペットボトルは買わないですもん、はい、ペットボトルジュースを買うのやめて、でただこれも正しいことも楽しくないと伝わらないがあるんで、僕の中でルールがあって、おごってもらうのを OK にしてます。で俺こんなのが大事だと思ってて、で、川場村って川場田園プラザってめちゃくちゃ自然豊かな道の駅、結構今人気で東京からも人が来てる、その田園プラザに行った時だけ大自然を前にしてどうしてもコーラが飲みたくなったんで、その時だけ友達に言って、俺はペットボトルを買えない病気なんだと、だから悪いけどおごってもらっていいっつって飲ませてもらったけど、数が減りましたやっぱり、はい、今日は電車乗ってたら隣の人が炭酸を飲んだの見てうまそうって思いましたけど、久しぶりに炭酸見たなって思いました。なんかそれぐらい選択が変わりますやっぱ意識したら、はい、それが大事かなって思いますよね。うち相方がいて、相方がお前ペットボトル買わねえっつってんの、缶とか瓶はいいのかよって言ってきたことあって、それも間違いないですよね。もう自分のことだけでいいんですよ、人のことなんかいちいち言うべきじゃないんですけど、相方が言ってた時にちょっと確かにけどそうだよ、そうなったら俺缶と瓶ももう飲めなくなるのかと思って一応調べてみたら、ペットボトルが環境負荷が一番高いのは確かなんですよ。なのでいや、やっぱ一番のものだけとりあえず遠慮するっていうところにとどめようと、無理は良くないって思ったんです。でそれ調べた時におまけでちょっと分かったのが、ペットボトルって何で一番使われてるかって言ったら水とお茶なんですよ。で水とお茶って要は家から入れてこれるものじゃないですか。それをわざわざ外に150円払ってアウトソーシングしてるっていうことが樽を知るってことなのかなっていうことですよね。でそれぐらいはやれるんじゃないかと。でそれもまだやっぱり価値観の押し付けなんで、僕は、今結論ではっていうか、なんだかんだで家で入れてくるお茶が一番うまくねとか、家で入れてくるお茶が一番冷たくねとかっていう価値観に落とし込むと結構楽しいですよね。コンポスターで生ゴミをこうやっていつもやった時も、このコネコネしながらね、家の庭でコネコネしながら、このコネコネによって隣で育ててる野菜が今年はどんだけうまくなるんだろうって想像するのが楽しいんですよね、はい、そのなんかスイッチを作れると面白いかなって思うんですよね、はい、ちょっとあの基本が違うかもしれないんですけど、はい、さっきおっしゃってた全部ペットボトル使わないとか、はい、物を使わないって自分でやめることによって、はい、さっきあの環境を良くすることとプラス経済を成長させることがあって、はい、そこで回る働きであったりとか、はい、経済っていうのも回らなくなるっていうのも、はい、バランスが難しいですね。難しいなと思うんですね。あの結局全てが比例していかないので、はいはい、反比例になるところもあるかなっていうのが、はい、あの柔軟のゴールのところで思うところが、はい、経済も入ってますもんね、はい、なんかだからもうけどどっちが先に来るかって言ったらやっぱ環境の限界の方が来るんで、それが先でそこにアジャストさせながらこっちを折り合いつけていくっていうことなのかなって思うんです。今こっちが先ですもんね、うん、この経済最優先の方があってそれにくっついてくる形で環境があるんですけど、これの順番は逆なんかなとか思うんですよね。でもね、よく言われてるのも今脱炭素がとりあえず言われてるじゃないですか。二酸化炭素出さないでしょ。で脱炭素ってまた別のエネルギーでこの豊かな暮らしを保とうっていう価値観ですよね。それはやっぱもう都合いいなと思ってて、脱炭素じゃなくて俺はやっぱり脱成長だと思ってるんですよ。なんでこのそれぞれが一人一人が考えていく、で考えていくためには
現状を知ることで、樽を知って抑えてる状態が気持ちいい、やりがい、生きがい、そこが心地いいっていう価値観にみんなが落ち着いてるっていうことなんだと思うんですよね。それをやるためのアクションみたいなのが何なのかっていうのは今模索中ですね、はい、僕とかだとゴミ拾いの今計画企画をしてて、そのゴミ拾いをすることで街がきれいになる、ゴミを拾ったを目的にするんじゃなくて、ゴミを拾うことで街を好きになるっていうゴールにしてやってます。そしたら全員が街の当事者で参加者になるから、税金を投入して街盛り上げようとか地域活性化とかっていうのが一切必要ならなくなるんじゃないっていう理想論、ビジョンをぶち上げてやってます、はい、みたいな。だからそうですね、中学生にやった時に、一人がすごく熱心に聞いてくれて、その子が最後に、富岡さん SDGs をやってたら地球の未来は守れるんですかって言われた時にドキッとして、俺やっぱ守れるってあんま思ってないんですよ。でも守れる守れないにせよ、どう生きていくのか、どう選択していくのが一番気持ちいいかなってとこだけで動いてるみたいな感じですよね。ちょっと無責任であれなんですけどですね。答えとしてあってもなんか難しいっすよ、ね、なんか SDGs は分かってるんですけど、はい、自分たちは手がつけれるところはどこかなって思うんです、はい、私は基本的に食べ物を捨てたくないっていうので、はいはい、なのでこう無駄なものを買って冷蔵庫に残して腐って捨てるってことはしないように、はい、1週間もう完全な献立を食べてるんです。うわすごい、で野菜も捨てたくない、お、まあ、多分無駄は捨てるんだと思うんですけど、はい、でもそれが社会のために、環境のために、自分の気持ちがいいんですよ、はい、お金も無駄にしないし生活も無駄にしないから。でもそれが目に見えて何かの役に立ってるかって言ったらそれは分からないので、私もそれは自己満だけになって、いや十分だと思います。あとそれをちょっとSNS で共有してみるとね。絶対しないちょっと USDGs がいいよねと思いましたけど、ね、そこでほらそうじゃん、今のそれをここで共有するだけでそれは得意不得意でやってくれますから、どこは考えてほしいですけどね。実際それやってるの知らなかったっすもんね、っていうことだと思いますよね。すごいですね。そう、でもなんかこう捨てていくってすごくやっぱりこう気持ちが悪いというか、で実際だって普通なんか5年ぐらい前に京都大学の先生が調べたら、家から出てくるゴミ、燃えるゴミ開けてみたら食べれるもんめちゃめちゃ捨ててあるらしいですよ。だいたい買うと、5個パックいくらとかっていう売り方があるじゃないですか。あれでみんな買うんですけど、結局そのうち食うのが2個とかだったりするっていう、で3つは捨てるっていうのをできちゃうわけですよね、みたいなのが起こってる。で簡単な食料廃棄の問題でいうと、僕らが捨ててる食料廃棄が年間600万トン。で、その600万トンがあれば、世界の飢餓を救える量の 1.5 倍ですからね。世界の飢餓を救える量の半分とかじゃなくて、それオーバーして有り余る量をっていうことだったりとか、なんか、そういう数字もついてくるし、面白いと思うんですよ。で、多分それで、わっ、知らなかった。それ知っちゃったら私もそれやってみようかなは、実際マジであると思います。はい、で、多分俺の話聞いて、俺以上のことやってる人、一回飲みますし。しょうがないですか。できる限りそれぞれが頑張って知ること知ってできる限りやったところで、人間地球から出ていきなさいだったらそういうことだと思うんですよね。ちなみに過去6回かな、地球の生物が大量に絶滅するタイミングがあって、1回がみんなが知ってるあの隕石衝突で恐竜が絶滅したタイミング、残りの5回は全部温暖化ですからね、はい、その6回目が今来ようとしてるんじゃないかみたいなことですけど、だったらSDGs は国連の金儲け説とか、あとは地球の温暖化起こってないんじゃないか説とかってもう全部あって、それが議論をぐちゃぐちゃにするんですけど、俺はどうでもいいと思ってて、結局もう何が自分の中で一番気持ちいいかっていうだけの結論になってるんで、特に意味はないみたいな。子供にも伝えていいですか。俺だからあれです、ちなみに企業とか大人とかをあんま受けるのやめたんですよ、うん、その大人って価値観変えるの難しいじゃないですか。なので諦めて子供を基本行くようにして、で子供に、うん、じゃ あ, あの今日楽しかったって帰ったら親に言えよっていう作戦を取ることにしました。
すごい食いついてくるよ、ね、そっちの方が早い気がして。 YouTube とか全然食いついてくる。そういうのにやっぱり意識高いのも子供だったり、ね、いや、しかし、もう全然今子供の方だって、いやそれ、いやだって残されてる未来考えてもそうじゃないですか。だって我々なんて言っても多分逃げ切れちゃうじゃないですか。だから当事者意識あんま持てないですけど、子供たちはあと80年70年この地球と付き合っていかなきゃいけないって考えたら、あの子たちこそ知る必要というか知る権利というか、それが公平だなと思うんですよね、うん、あいつらは知らずに海外の動画であるんですけど、あのグレタとかもそうですよね、うん、学校ストライキしてやってるじゃないですか。学校行けよと大人たちは言いますけど、子供たちの言い分は学んだってしょうがないじゃないですか、私たちの未来ないんですからっていう言い分ですね。だからそうです、だから思うっす。それは学校のそれがなんか結構分断というか若い人に押しかけてるような気がして。分断の話一個あるっすか、面白いな。あんまり分かりやすいあれじゃないですけど、あの小さな地球っていうあれがあって、池があって、池に魚が泳いでますので、その魚が泳いでるところに餌をあげる、そしたらその餌を食べて魚が糞する、その糞を吸い上げる機械がついてて、でそれが大地とつながってるんですよ。あ、そういう、あ、そう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 、で大地で分解されて栄養になって、そこで育った食べ物がまた今度魚に戻って魚が食べてって循環してる社会、いや 地球、小さい地球で、これをどうしたか、資本主義はどうしたかというと、一個一個全部分断していって、その分断の中で効率化、合理化、生産性を高めるっていうのをやっていったら、結局まあ極端な話、そこに科学が入ることでもう二度とつなげられなくなったっていう話がめちゃくちゃ面白いなと思って、でこうなると理屈で考えて、やっぱり持続可能な循環に戻していくってなったら、一個一個の分断をくっつけていくことですよね、はい、でどうくっつけていくかってなったら、まあ、それが SDGs なのか綺麗事なのかわかんないですけど、なんかそういう作業って地域とかも本当に今そうで、東京ですかね、皆さんはもう僕らみたいな田舎の群馬でも地域の分断凄まじくってやばいんですよ。で育成会っていうのがあって、そこでみんなあのお囃子とかお祭りのああいうのとかカルタ大会とかの行事やるんですけど、もうコロナでそれも一気にバーンってなって、何やったらいいか分かんない状態で、つながりの作り方がもう全員がこうなってる状態、めちゃくちゃ怖いです。周り全員が不審者に見えるっていう状態いや本当にとかは、だからそうですね、そういうお母さんとかにもこういう話してつながりを生むことの大事さみたいな、全部に通ずるから面白いなと思うんですよね。なんかこういろいろ二極化してるなと思って、うん、こういうのに意識のすごい高い人と低い人って、まあ、デジタル化についてってる人、そうですね。いや俺だからその接着剤になれたらとかっては思いますよね。そうですね。渋沢栄一見てないですか、うん、渋沢栄一の中の大隈重信の家訓であるのが、嫌いなやつほど話をよく聞けっていう家訓があって、まさにだなと思って、うん、それがもうないですよね。で、大量生産大量消費の社会は分断でいいんですよね、安定するからそっちの方が、けどこの分かち合いの社会においては分断はやっぱ相性がめちゃくちゃ悪いですよねっていう感覚は確かにあります。画像の中に呪術回戦のジュース回線見てますか。ジュース回線は SDGs とジュース回線の相性がめちゃめちゃいいな。あと正直あの子供に分かりやすく伝えるのに、いつもでワンピースと鬼滅とジュース回線は使わせてもらって、最近子供向けのね、みんなが見てるわけじゃなくてそれ大変なんですけど、ジュース回線で言うと見てますよ、皆さん見てない、ジュース回線って呪術師っていう人がまずいて、その人は呪いを払う仕事なんですよ。呪いっていうのは人のネガティブな思いが形になって、それがお化けみたいになって人を食い殺してくるっていう物語なんですよね。でそれを払っていくっていう仕事なんですけど、主人公が虎杖っていう主人公が力も恵まれて運動神経もよくって何らかの才能があるっていうことで、じいちゃんが死ぬ間際にお前は人の役に立て呪術師になるんだぞっていうようなことを言って死んでったんですよ。でそのじいちゃんの遺言を持ってじゃあ呪術師になるかっつって学校に入りに行くんですけど、そこで校長先生が言ったのが、
お前みたいにじいちゃんの言われたからなんて言って呪術師になるやつは認められんって言ったんですよ。普通漫画だったらじいちゃんの遺言で何かになろうなんて合格じゃないですか。その呪術会社がそこを突っぱねて言ったのが、要するにですね、こいつがじいちゃんに言われたからじいちゃんの遺言で呪術師になって、呪術師はやっぱり命が危ない仕事なんで死ぬタイミングがもしかしたら来るかもしれないと。で、命の危険に脅かされた時にこいつが思うのは、うわーじいちゃんの遺言に従って呪術師になったから俺死ぬんだって思うと。その思いは死んだ後にまた呪いになって、それが誰かを食い殺すことになるから、お前みたいな人間は呪術師になるわけじゃない、帰れって言われるっていう話なんです。で、その時に主人公はね、改めて自己分析と何ができて何ができないか、まさに SDGs だと思うんですけど、いろいろ考えた結果最後に出す答えが、生き様で後悔したくないっていうセリフを吐いて、だから俺は呪術師になるんだって言ったら校長が合格って言ったっていう。だからなんか知るべきこと見るべきものを見てあれしていくと、生き様で後悔したくないっていう決断ができると。それが SDGs にかなり近いから。で、生き様に後悔したくないがみんなそれぞれバラバラでいいと思うんですよね。で、その組み合わせがいいんだと思うんで、なんかそれかな。それ、ちなみにアマゾンプライムの呪術廻戦の2話目で見れますこれがよく話してて40話目とかだったらちょっとそこまではと思って2話目なんで、はい、おすすめですよみたいな話をしてこういうのはさ、生活に豊かで余裕のあるやつがやれることでしょ。こんなことやってる暇ねえよっていうコメントが来て、まあ分かるなって思いながら、けどその視野を持たないとそっから抜け出すこともできないよって俺は思ってて、会って話したいなって思います。終わりました。はい。そうそう、次回もありましたので。ありがとうございました。ありがとうございました。貴重な時間、申し訳ない。ありがとうございました。